また、警戒区域の安全が確認されており、気象条件も打ち上げに支障のないことが確認されました。従いまして、H2A ロケット39号機の打ち上げを、本日日本時間の午後1時20分に実施します。7 6 5 4 3 2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 